昨日クライマックスシリーズの初戦に勝利したカープ。ファイナルステージ進出に向けファンの期待が高まっています。マツダスタジアム近くの愛宕神社には朝からカープファンが必勝祈願に訪れていました。この後見に行くんで、今日はほんま勝ってほしいという思いで願いましたと。昨日クライマックスシリーズファーストステージの初戦で延長戦の末 DeNA にサヨナラ勝ちしたカープ、今日勝つか引き分けでファイナルステージ進出が決まります。期待はもう大ですね。もう絶対決めてほしいと思います。今日は森下君にかけてます。キレのある変化球でたくさん三振を取ってほしいです。ホームランを打ってほしいです。試合はこの後午後0時35分から広島テレビで生中継します。